で名古屋って、まあ、言ってしまえば地方じゃないですか。まあそうです、ね、その抵抗感ってありました？あ、もちろん。お客さんってどうしたんですか？お客さんは、まあ、その東京の時からの示してる子がこっちについてきてくれたりとか。あ、ついてきてくれるんですね。2023年3月中旬、ホスト TV スタッフが訪れたのは日本三大都市の一つ名古屋。この地でホスト業界の歴史に新たな1ページが刻まれることになる。全国60店舗超え、店舗展開数日本一を誇るアクアグループにおいて2年連続で最優秀店舗に輝いているアルファ by アクア。そのアルファで総支配人を務めた南ココア。月間指名本数100本を達成すれば一流ホストとして箔がつく中、730本という人間離れした記録を叩き出し、日本記録保持者となった。年間売上も3年連続で1億円超え。そんな南ココアは新店アクア名古屋の代表取締役に就任。半年のプレオープン期間を経てついにグランドオープンの日を迎えた。アクア名古屋グランドオープン、前回では代表取締役南ココアにグランドオープンにたどり着くまでの苦労話を聞いた。実際どうですか？今日タワー僕ココアさんやるのかなと思ったんですけど。なんかタワーやりたかったんですけど、まあ、なんか自分やるよりも他のキャストにやってもらった方が見え方綺麗かなと思って。トイレからもうタワーで技術力のあるホストさんも育ったってことですよね。そうですね、まあ、でもプレオープン一番最初にタワーはやったんで自分が、なんでまあこれからはどっちかっていうと自分の売り上げ上げるよりも売り上げ上げれるキャストを作る方がメインですね。タワーする方は何ていう方なんですか？ユキヤです、うん、ユキヤもずっと歌舞伎のアルファの時からの子なんで。ああ、なるほど。はい、逆にアルファよりも今責任感あってこれから伸びてほしいですね、うん、出店決定からグランドオープンまでに1年近くを要したアクア名古屋。船出となる1日で大役を担うのが主任ユキヤ。今日タワーするじゃないですか。はい。それはこうユキヤさんが自分でするっていう感じで、ね、ココアさんとかいろんな人と話しててやろうかなみたいな。ユキヤさんって今ホスト歴どんぐらいなんでしたっけ？今年の9月で4年経つですタワー何回目ですか？タワー6回目ぐらいじゃないですか。でも結構されてますね。でも5、6回ぐらいですね多分、うんうんうん、今日のタワーまたなんか特別な意味合いがねありますよね。きっとグランドですからね。はい。一番大鳥を飾るわけなんで。いや一番緊張するっすよね。でもなんか全然緊張してなさそうですけど。なんか営業中自体は緊張してないですけど、そのタワーの前ってなるとやっぱ緊張しますよね。ココアさんについてって、はい、名古屋に行こうと決めた理由って何かありますか？名古屋行く前からずっとお世話になってた人っていうのがあって、人望が一番っすね自分の中では。この人についてこうみたいなことですよね、はい、で名古屋って、まあ、言ってしまえば地方じゃないですか。まあそうです、ね、その抵抗感ってありました？あ、もちろん。自分もともと東京にで生まれたんで、まあ、やっぱ友達がいないとか、まあ、そういうのもいろいろあったんですけど、だそれこそアルファの従業員の子たちも誰一人いないし、遊びに行ける場所もないしみたいなっていう抵抗はあったっすけど、でも来たら別になんかそんななかったっすねそんな別に東京と変わらんなっていう。なるほど。ちなみにお客さんってどうしたんですか？お客さんは、まあ、その東京の時からの指名してる子がこっちについてきてくれたりとか。あ、ついてきてくれるんですね。もしくはその東京から来るとか、はいはいはい、もしくはあとはもう名古屋で捕まえるしかないなというぐらいでしたね、うんうん、なるほど。じゃあもうプレからまあ半年ぐらい経ちますけど、はい、結構苦労もされたんじゃないですか？まあ、お酒の面とかいろんな面でも苦労したっすね最初は。え、どういうことですか？名古屋の方が飲み方違うんですか？
自分のイメージですけど、東京ってショットばっかじゃないですか、飲むとしたら。あ、なるほど。でも名古屋の人ってロックで飲んだりとかするお客さんが多くて、だ最初それちょっと慣れるの手間取ったっすね。なるほど、かなり地方と違うんですね。全然違かったっす。名古屋の人結構お酒強いんだ。じゃあ強いっすね。お店の雰囲気はどうですか？いいと思いますよ、僕は正直。そこ名古屋の方も多いんですよね。はい、結構多いですね。あとは長野から来た子とかもいますし、結構全然名古屋だけじゃないんで、いるのがいろんなキャスターがいて個性強いですね、名古屋の子は。まあとりあえずこの店舗の人間全員食いたいです。食いたい、はい、それはもちろん。じゃあココアさんも食いたい。はい、それはもちろん。緊張するな。はい、お願いします。ホストとして売れるのって歌舞伎だろうが名古屋だろうが、はい、やっぱ変わんないですかね。変わんないんじゃないですか。なんかその今までやってきたことをやり続けるだけかろっていう。地方だろうが東京だろうがやることは変わんないと思います。実際売り上げはどうなんですか、三木屋さん。歌舞伎の時よりは上がったっすね。上がったんですね。いい姫に巡り会えたっていうのはあるっすね。アルファの時はぶっちゃけあんまり売り上げも良くなかったんですけど、こっち来て結構変わったんで、そこは大きいポイントかなと。ここからまた記録を多分狙っていくと思うんですけど、意気込みどうですか？地方でできることを最大限やるだけですね、うんうんうん、歌舞伎には負けないように頑張りたいですね。そしてついにオープンの時間を迎えた。オープンと同時に超満員、満席のため入店することのできないお客様も。すいません、申し訳ないです。ありがとうございます。歌舞伎町アルファで代表取締役、アクア名古屋でプロデューサーを務める芹沢慎も駆けつけた。どうですか、この熱気は。いや、もうここからですね。もう今日はもうさすがに盛り上がってもらわないと困るんですけど、まあ明日以降これからどうなっていくかによってやっぱ変わっていくかなと思うんで。ココアさん、はい、めっちゃ気合入ってますよ。いや、気合入ってますね。もう気合入ってもらわないと困りますけどね。そうですね。じゃあベランダオープンなんでみんな楽しんでいきましょう。赤名古屋盛り上がっていきましょう。よいしょ。ラストまでノンストップの怒涛の一夜が幕を開ける。